うちの会社っていうのは1985年に設立いたしまして、当初は12年間ほどいろんな開発をやってました。1996年に印刷をスタートして、2000年ぐらいに今のウェブのホームページ方式の形を作り上げたんです。で、今に至ってます。で、2018年、今年ですね、春に健康優良法人に認定していただきました。それから、ロボットを用いた自動化っていうのも、なかなか人を入れるのが難しいということで、最近はそちらも精力的に自動化をするということでやっています。アベノミクスの後、どうしても人が、それまでは辞めることがなかったんですが、取ることもできなくなってきましたし、人が辞める人が多くなったということで、去年の春ぐらいですと、ピークが375人あったのが270人割るようなところまで来まして。それでどうしても自動化を急ごうという、そんな風になりました。ロボット入る前っていうのが、結局は人が、結構複数人でする機会が多いんですけども、そこに対して、人が集まらないんで、正直機械はいっぱいあるんで、一気に回したら生産性って全然できると思うんですけど、回す人間っていうのがいない状態で、我々がこう人がぐるぐる回りながらやってたんで、実際結構ハード。例えばこの機械やったら、大体2人で作業するんですけど、人少ないんで、どっかの機械動かせれるんやけども、その機械をあえて動かさへんとこっち動かして、でちょっと時間を作ってまたその機械戻らせてやる。季節商品で短期間なんですが、人がたくさんいるっていうのが一番きつかったですね。すごく疲れる仕事があったんですね。エコリングカレンダーって私どもで言ってますけれども、卓上のカレンダーがすごく手間暇かかる工程の多いものでした。このカレンダーを製本した時に、ここを閉じるんですね。閉じた状態で裏側にこれが来るように閉じてるんですけども、これを反転して製品としてやるんです。で、これを実は人手でやってた時は、もうこの仕事をやるだけで1時間持たないんですね。腕がだるくなるんで。で、しょっちゅう交代しながらやってもらってたんですけれども。やっぱ部数自体が多いんで、大抵注文で1日5000枚とか流すときに、1人の作業者がずっとこれ回すなんて、ちょっと難しい状態にはなるんで、それが完全に自動化することができました。2台あるものですから、2人がそれで必要なくなりましたし、その後の工程に封入封管って言って、これを封筒に入れるんですけどね、そこのラインに載せる装置も今動いてますので、結局今その部分だけで3人ぐらい浮いてきてます。ですから機械を導入して、多分うちらですと、自前で作ってるようにもありますからですけど、1シーズンでこれ設備の元が取れてるような、そんな感じです。正直言うと、最初ロボット使うって言われた時に、ロボットっていう、イメージがあって、ロボットってやっぱ僕らからしたら難しいイメージありましたし、印刷業界でロボットって聞いたことないし、大丈夫なんかなっていう不安はありましたね。ただ実際使ってみたら、操作的にも全然楽に操作もできますし、今となっては
単純な作業っていうのは大体ロボットでできるんじゃないのかなっていうふうに感じてるので、やっぱりそのモチベーションっていうのが現場自体が変わったっていうのはすごい監督者目線からするとすごい良かったかなっていうのはやっぱりあります。意識が変わるっていうのはあのなんやかんやで一番生産性も上がることになるんで、まあ今回のことはすごい成功してるなっていうのを実感しました。はい。あの実際の人件費から考えれば、あの通常の8時間勤務で土日祭日やられてないところでも 2,3 年でペイすると思いますし、もし24時間で交代制やられているところでしたら8ヶ月とか10ヶ月でペイしますので、導入される効果はものすごく大きいと思います。特に人の今苦労されているところが多いですから、その苦労がほぼなくなるっていうのはものすごくメリットが大きいです。今ロボットがすごくユニバーサル化して、まあ、何人でも使いやすくなった、それからコストが安くなった。で一般的に今のこの印刷であったり加工のこの業界っていうのはほとんどが手作業が多いです。それと自動化する機械も売ってますが非常にコストが高い。そういう中でいろんな機械を全部自動の機械を入れるというのはスペース的にもコスト的にも無理がありますので、それをまあなんとか安いコストで人手をかけずに自動化したい、そういう思いでいろいろやっていただけるところを探したんですが、なかなかこちらの思いに合致する企業さんがなくて、じゃあしょうがないし自分のところで作ってしまいましょうという、そういう安易な発想なんですけどね。7月頃から社長の方に言われまして、社内の自動化を進めていきたいんだっていうことを伺いまして、エコリングの反転の方をまあやらせていただいて、その他にも風入噴火の方の搬送のロボットであったりとか、白押しとかレーザー加工の搬送ロボットっていうのも開発してきました。本業が印刷業ですので、紙を普段から扱うっていうところで、紙厚であったりとか紙臭であったりとかの、特性などを、事前に知ることができて、じゃあどうしていこうっていうのが、すぐに解決方法が見出せたのかなというところが、やっぱりウェブでロボット開発していく強みなのかなっていうところは感じましたね。弊社で困っている内容が他のお客さんにも困っている内容っていうのが結構あったりして、でそこでうちにある機械とよそさんである機械も同じ機械を使ってたりすることが多いの でうちで試して、じゃこういうふうにできるねっていうのが事前にできたりするのでやりやすい部分はありますね。1台のアーム型ロボットに対してハンドの部分のアタッチメントを変えることによって、さまざまな場所で複数の動きができるようにはなりますので、そちらは問題なくできると思います。調和液、小型の調和液ってほとんどないんですね。で値段も高いですし、でそれを今ちょうど作るところで、アイガスに出したかったんですが、胴体動いた状態でお出しするのは難しいというので、ちょっと生体展示になるんですが、それを今やっている最中です。卓上のうちで困っているのは卓上のカレンダーで、プラスチックのケースに入れるタイプのものなんですが、それをもう自動化してしまおうと思っているんですけれども、大判パネルを人が持つのは軽いんですけどね、重さはそんなにないんですけども持ちにくいので、それを自動的に
ストックしてるところから、印刷のインクジェットの大型の機械にセットして、終わったら今度はプロッターに持って行ってカットするところまで自動にしたいなと思ってます。自動化は絶対必要だと思います。その中で大きなコストをかけずに自動化できるっていうことを、やはりこう小さいものを積み重ねていって、徐々に人の手を煩わさなくていい、そういう範囲を広げていく必要があるんじゃないかなって思ってます。今お客様が使われてる機械を改造しないで、こちらの方でなんとかそれを自動化するっていうのを基本に考えてます。うちの機械を追加していただくことで簡単に自動化できる、そういうのが一つのうちの強みかと思います。